ね、ハゲスのアマリアビコンをちょっとスローで解説しますね。構えます。でこれインターロックグリップかね。で普通のインターロックグリップなんだけど、どうでしょう、この面は今ちょっとかぶって置いてると思うんですね、開かないで、ラフだから。で、はい、テイクバック始めます。テイクバックかけてストップ。あ、ちょっと見逃したけどね、ここ緩んでんですよ。いいですか、ここ緩んで、ね、右の手首折ることなく、コックしたのと同じ状況の角度にね、ヘッド持っていくの。これがあまり意識、私が開発した技術ですね。でこの技術をハゲスが使ってアビコンで打ちます。で今度はヒールから出していくんですけど、はい、この時にヒールをポッと出してんですね、シワに負けないようにね。で左置いてハンドファーストにしないで、これちょっとアビコ式みたいにシュッと入れて、でもアビコンだね、入ると思うけどね。こっちからか、入るよね、だいたい入るもんね、私が打ってもね、こういう手段とかだとね。はい、ナイス。